はい、今回はビッグモーター不正発覚から取引先がやばい状況と知られざる裏、こちらについて考えてお伝えしていきます。今回もよろしくお願いいたします。最初にですね、お伝えさせていただくと、リスナー様もこちらビッグモーターの件、関心を持っている方多くいらっしゃると思うんですが、今回、お話しする話っていうのは全く面白くないんですね。別に面白さを売りにしてるわけではないんで、何かというと僕たち国民生活に、いかにか関係してくるかとかね、だとリスナー様の何か お役に立てる話、あるいは気づきになっていただける話、そういったものがお伝え、できればと思いまして、真剣にこちらの件考えていきます。僕たち日本国民の生活に大きく関係あります、あるいは日本の経済に、関係ある、話だと、そのように解釈できます。で、ビッグモーターの件を必要以上に騒ぐ、これ本当の目的っていうのがあると考えられるんですね。全く別の目的です。ビッグモーターがどうのこうのとかね、社風がどうのこうのとか、その会社の体質がどうのこうのとかっていうのは言ってますが、もちろん悪いことですが、それを必要以上に騒ぐのは別の目的があると考えられます。今回の話にも出てきますが、ビッグモーターを必要以上に、こう叩くことによってですね、マイナスイメージを植え付けて、そこからの、企業買収、企業買取、ビッグモーターというものの、買収ですね、それとか、あと木原の事件ね、木原の嫁の元旦那の方がおかしい形で亡くなって、あの事件に国民が関心を持ってるんで、そういったことからの目線そらしとも取れますし、今回、そのですね、この件から一般人の方が投稿しているご意見から、ヒントを得まして、実は自動車保険の値上げを本当の目的としてるんじゃないかと。僕たち国民に関係するじゃないですか。特に自動車を乗ってる方ですね、車を運転されてる方、自動車保険の値上がり、ただでさえですね、ガソリンの値段が高いところに持ってきて自動車の保険料が上がる、国民生活をですね、逼迫する、追い詰める、その要因となる、そういった可能性がある、非常にですね、懸念が高い、これニュースなんですね。でこちらを考えていきます。ビッグモーターは企業再建できるのかと、組織内でのその上下関係のパー丸々とか体質とかね、街路樹の問題とかが発覚して、取引先の企業にも悪影響を及ぼす、かなりのマイナスを、及ぼす、このビッグモーターの件です。で、こういったことが言われているんで、ちょっと難しくなりますが考えていきます。ビッグモーターの取引の売上高の 1% 以上を依存する企業、サプライチェーン企業は全国に410社あると、関連の売上高は224億円に上ると、ここに大きな影響が出るんですね。で、ビッグモーターの、サプライチェーンの自動車部品卸っていうのが全体の約1割 10% を占めるっていうこと、この自動車の部品ですね、だから日本の、自動車利権というか、ビッグモーター潰しとも取れますが、そういったことが考えられるし、でさらに今度は建築工事とか内装工事をしている人がいると、これはビッグモーターっていうのは全国に260店舗あるんで、その、店舗展開をする際に建築とか内装する人がいるっていうことなんですね。で、ここからまたあるんですが、ビッグモーターと直接取引のある企業っていうのは、売上高で平均すると全体の 10.9% ということなんですが、依存度が 100% 近い企業も複数あるっていうことなんで、このビッグモーターの悪評であるとか、経営傾いたら、この依存してるのは 100% の会社も傾くじゃないですか。こういう大きな問題があるわけですよ。で、ビッグモーターの業績が悪化すれば、この取引先の業者 の, あの取引先の会社の業績も悪化する、つまり、取引先のサプライチェーンの売上に悪影響っていう、でこういう大きなまず問題、言うなれば連鎖倒産とか日本経済がさらに、停滞する、そういった大きな問題を含んでるんですよ。だから別に面白い話でも面白くない話でもなく、何かっていう話なわけですよ。で実際これニュースにもありますが、ビッグモーターに、依存している会社、依存度が高ければ高いほど受けるダメージが大きいと。で、ビッグモーターは倒産しないかもしれないが、ビッグモーターは再建が苦しいと、確かにそう思います。でそこについていろいろまたニュースで触れられているんですが、ビッグモーターがですね、この工場の事業停止とか民間車検場の指定取り消しなどの行政処分をもしも免れたりしても、顧客からの信用をなくしたんで、今回の件で、あるいは損保業界も離れていくんで、修理、車検、保険の3部門から離れられて、ほぼビッグモーターの再建は難しいということなんですね。でこの、自動車販売に活路を見出すということなんですが、それもイメージダウンしていることから、難しいと。で、
持ってる車の在庫を売り払って即キャッシュにしたにしても、それでは事業を今度長続きできないということなんで、苦しいわけですよ。でここからちょっとだけ書かれているニュースに本当のことがあると思うんですが、まあひどい話があると思うんですが、ビッグモーターとしては大規模なリストラ を、まあ、行うか、事業売却するか、工場やノウハウ、顧客情報を持っているという魅力があるということなんですね。でこのリストラを断行するっていうのもおかしいわけですよ。このビッグモーターの社風がおかしいってのはおかしいかもしれませんが、その中でも普通に働いている方っていうのもいらしたわけですから、その方がそういった対象になるのも本来はおかしいし、このビッグモーターの騒ぎの本当の目的っていうのはこの事業売却であると僕は思うんですよ。っていうか僕以外の方もそう思ってる方いらっしゃると思うんですが、この、事業売却、ビッグモーターのこの事業を買い取ることが本当の目的である。そのために必要以上にマスコミを使って騒がして、マイナスのイメージがついて、価値が落ちたところを買うっていう外資の国際金融資本家の、その作戦が裏にあると考えられます。だから必要以上にこのビッグモーターの件を叩いてるわけですよ。別にビッグモーターを擁護してるわけではないですよ。それはそれで悪いから、まあでそのね、ビッグモーター倒産すればいいとかっていう意見もあるんですが、まあそれもそうかもしれない。ただしそうなってくると、そこで働いていた人の雇用の問題とかっていうのもあるわけですよ。だからね、例えばビッグモーターみたいなね、会社を裁定である、そう感じた人は辞めているわけですよ。ただそうではなく、ね、普通に、黙ってそこで真面目に働いている方も影響を受けるって、それっていうのは国民にとって問題なわけじゃないですか。だからそのニュースでね、ピーチクパーチク騒ぐことではないんですよ。そういったことから何が起きるのかっていうことを、分かる限り真剣に考えているわけですね。で、まあ、このビッグモーターの事業売却ということで、まあ、資金力のあるファンドが買う可能性と、まあ、外資系の、ねところが多分、格安で買っていくんじゃないかと思うんですよね。看板をまあ変えて、だから業種を変えて、また再び、出発するって、完全にそれって狙ってるわけじゃないですか。で、この話ってのは結構話題になってるし、わりかしなんかどちらかというと面白おかしく言われてる節があるんですが、別に全くどこにも面白おかしく、ないんですよ。結構どちらかっていうと僕たち国民のね、生活に大きく関係してるんで、ちょっとは真面目に言ったら申し訳ないですが、真面目にこういうことを考えて真面目に伝える人がいた方がいいんじゃないかと、まあ、僕も思ってるんで、そういった意味合いを込めて今回お伝えさせていただいてるんですが、ビッグモーターで働いてる社員の人っていうのが今回の件で大きな影響を受けるわけですよ。潰してしまえばいいとかっていうかもしれませんが、先ほど言いましたけど、ビッグモーターの社風に、疑問を感じて辞めた人はいいかもしれませんが、そうではなくね、普通に働いた人まで影響を受ける、さらにこの取引先まで影響を受ける、取引先の倒産の可能性もある、この連鎖倒産ということになれば日本経済に大きなダメージを与える、そういったことを僕たちが本当に考えるべきです。僕たち国民の問題なんでね、これ、こういう話って。で今度はいくつかですね、ちょっとうまくまとめられないんですが、いくつかちょっと気になるところがありまして、そちらのうちから3点ほど、考えたので、こちらをお伝えしていこうと思います。ビッグモーターがもう経済的に、にっちもさっちもいかなくなっている可能性があるっていうのがあるんですが、ビッグモーターのお店が新規オープンしたっていうことなんですが、そこにですね、機械の工具を卸している会社があるっていうことなんですよね。で、その新規、オープンするビッグモーターに対して、工具の納品をストップしたっていうことなんで、これは何なのかっていうことなんですが、ビッグモーターの代金支払いが遅れてるから工具の納品をストップしたっていうことなんですね。だこれってビッグモーターのもう資金繰りが回らないわけじゃないですか。だからもうこれ実質積んでるんですよね。店を新しくしたところで資金繰りがどうにもならない、倒産の道っていうことじゃないですか。で今度はビッグモーターの取引先の人、取引してる人か取引していた人の、自動車部門の人が言うには、在庫の問い合わせがあっても在庫切れですと答えるように本部から通達が出てると。でこれっていうのも売上金が回収できないから、と言われているわけですよ。だからこれビッグモーターも経営回らないわけですよ。もう積んでるってことです、実質ね。その積んでるのを隠してる。でその最後に、ね、その企業売却をするのかなんだか知りませんが、そういった状況にある、深刻な問題であると思います。あとはですね、これここからの2つっていうのは本当にもろに僕たち国民に影響するんで、こういったことをまあ、考える、あるいはですね、もしも当事者でないにしても考える必要があると思います。ビッグモーターで車を買ってる人が、いらっしゃったとします。消費者ですね。で消費者がもしも
ビッグモーターでローンで車を買っていた場合どうなのかと。ビッグモーターは先ほど言ったように倒産の可能性が高い、あるいは実質積んでいる、その可能性があるわけですよ。でローン中であった場合はその車の所有権は誰になるのかということですが、ローンを組んでいる人にはならないんですね。ローンを完済しなければ所有権は移りませんから、ローン中の車っていうのは所有権がビッグモーターにあるんですよ。その状態でビッグモーターが倒産したらどうなるのかっていう話です。車の所有者はビッグモーターですから、当然車がそのローン中の人に来ない、そういった可能性がある。車自体を失うっていう可能性がある。でこういう大きな問題を含んでるわけですよ。ビッグモーターでローンを組んでる人、ローン中の人っていうのはその車の所有権を持ちませんので、ビッグモーターが倒産した場合その車を手放すことになりかねない、大変なことじゃないですか。だからこういうことを考えているわけですよ。まあどうしていいのかわからないっていうところがありますが、だから別に全く面白おかしく話す話でも何でもないわけですね。で続いて3つ目なんですが、これももろに国民の生活に影響するっていうことです。こういう、投稿してる人がいたんですね、 SNS に。ビッグモーターのせいで保険料金が高くなっている。この損害っていうのは、ね、保険を契約している、一般人ですね、車を、乗っているその国民に、保険料として戻ってくるのかと。一時的にとはいえ、保険料が高くなっている、これっていうのもおかしいじゃないですか。なぜって話ですよ。だって別に、ね、この話で考えてみれば分かりますが、普通に車を運転してる人、別になぜ保険料が上がるってわけ分かんないじゃないですか。これっていうのはもしかしたら保険料の値上げを、考えた上でのこういった作戦かもしれませんね。だから日本国民、消費者だけが損をしてしまうというこの構造なわけですよ。で前もこれお伝えしましたが、ビッグモーターと損保ジャパンというのは共同正犯、共犯の可能性があるんですが、ここにちょっと手が伸びるのかどうかっていうのも分からない。だから何かっていうと、自動車の保険料金が高くなる、つまり保険料金が上がる、日本国民がマイナスを食らってるっていうことですよ。だから全然このね、面白おかしく騒ぐとかそんな話ではないんですよ。そういった、ものの裏には違う目的がある。あるいはですね、そのビッグモーターに、国民の批判的感情をわざと寄せてですね、先ほど言った別の目的がある、企業買収であるとかね、その木原の事件から目線をそらすとか、わからないようにこっそりね、保険料を上げるとか、おかしいじゃないですか。だからビッグモーターの件というのは多くの人が注目してるんですが、この僕が話したような角度から入る人があまりいないんですよ。ほとんどいないかもしれない。しかしこの件を騒ぐ裏には何があるのかと、そして僕たちが考える必要は何があるのかと、そういったことについて一つでも役に立てればと思いまして、今回の件をお伝えさせていただきました。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございます。今回はここで終わりです。失礼いたします。